はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。ゲームコレクター酒缶のはパズりたい前回もね、てか毎回手詰まりっぽくなるけども、まあ前回はねどうにかクリアしたんで、このまま順調にいければいいなと思ってます。ということで、縁ガチョ、5回目やっていこうと思います。リセット。さて、音楽の間、これだよね。はい、よーし。まあストーリーってほどストーリーないんだけどね。よし、今日は父親を倒して最後の間だっけ。うわ、っていうかこれ逆に言うと行ける場所を通ってればある程度行けないか。かー、いきなり食らった。いきなり食らった。でも行ける場所限られてるから、まず例えばこれだとこっちに行くじゃん。でこう抜けるじゃん。でこれ降りるとやられるから右行くじゃん。あ、そっか、ここで左行く手もあるのか。なるほど。わあ、そう来るかそう来るか、きついな。とりあえずじゃあ一回、まあいいや、これでさっきはこうやったよね。あ、同じか、これ変わんないか。これ同じだな、さっきと同じパターンだな。何が違う、何がいいんだろうな。こう言ってこれ戻っちゃうと同じだもんな。これ左行くじゃん、下行くでしょ。ここで下行って、上行く、あ、上行って上行って左行って、わあ、はまった、はまった。お？やば。ダメだ、これいけないわ。おーし、よし、これでいけるか。よし、ふう、
いやー、よかったよかった。これはまずあいつぶつけ、どっちもか、どっちもか。右のことは考えずに、まずこいつをどうやって下に誘導するか考えよう。こうでしょう。でもこれは、そうなるか。参ったな、これは参ったね。わ かんねえな、これ全然ダメだな。これどうやったら当てられないな。そっか、これで、あ、そっか、そこがむずいな。ここからもう一歩行きたいんだけどな。むず。ここからだよな。マジか、全然うまくいかねダメだ。どうやりゃいいんだこれ。どっちをどうぶつけりゃいいのか全然わかんないな。でもなんとなく右側のやつらを操った方が早そうだね。あ、間違えた。右側に目を取られてた。で、こうか。
ちょっと待って、これはこうか。あのお尻を、あー、お尻じゃない、伝部を、伝部を、間違えた。アンドゥ機能欲しいな。うわ、ちょっと待って、こうやって。これ危険だな。ほう、ほう、ちょっと待って、これ行けた。いや、ありがとうステップス。ステップスあるからどうにか行けた。いやー、いやー、あいつ、電部って逆方、上下が逆方向に進むやつだよな、あいつ。まずじゃあこいつをこうやって。マジで。行け、行け。ああ、そうなるのか。そうなるのか。そうなるのか、ちょっとやばいな。あ、そうか。ああ、間違えた。今ここまで詰めときゃよかった。足りないな、これ。足りない。若干足りない。いけたのに、もったいない。今どうやったっけ？もう一回、リプレイできないけど。多分、これを追い詰めて、で、このままこれを右行って、これをこうぐるっと行って、回ったんじゃなかったっけ？これだ、これでリンクしたからガーンと押して、でこいつを多分ここまで導けば最終的にここで引っかかるじゃん。これでしょ。 OK。 あ、ギリギリ。危ね。大丈夫、
回行ってみようか。がそうなるよな、絶対そうなるよな。そんな簡単なわけねえもんな。これどうしようか。これ行ってもしょうがないもんな。これ行ってあの全部がなんか使いどころがあるのかどうかだな問題は。違うな、ちょっと描いてたものと違った。どうしようかな。でもやれることそんなにないから、ここ下行くじゃん。でも右行ってもいいんだけど、それでもあの全部は出てこないんだよ。だからこう来るでしょ。ただ単に外に追いやってるだけなんだけど、うん、やっぱ電ブの使い方なんかあるのかな。もう一個空いてれば右行けんだけどな、多分行けないか。勝手なこと言った。もういい。あれどうすりゃいいんだこれ。まあ下行くでしょ、左行く。でも電部を使う機会はなさそうなんだよな。でもこのまま突っ切ったらダメだろう。かといって。かといって。これもダメだもんな。はい。この電部の使い方が分かんない。使えるのかな。これか。なるほど。なるほど。でも。ダメだよな。違う。こうか。
眠らせて、落ちちゃうもんな、ここで。なるほど、これでずらせるのかな。ちょっと待って、これをやって右行くじゃん、寝るじゃん、でこれ右やるじゃん、寝るじゃん、これでこれか、これでもう よかったよかった。まあパズルって考えれば なんか無駄なものはないはず。だ後半になるとパズルさえ解ければよくなるんじゃないかな。もう後半だよね、だいぶ後半なはずなんで。こっちか。これちょっと待って、どっちだ、こうか、なるほど、誘導を誘導する方法を作るのか、なるほど、ちょっと待って、あれ違う、こうか、あれクソなっちゃうか、あ間違えた、これはよし、はあ、よし、いやー助かった。なんか以前すげえ苦労した面に似てるんだけど、気のせいかな。なんかすげえ似てんだけど、これおー
ハマったっぽいな。いや戻ってるじゃん。3人ぶつかるとあんな感じなんだ。ちょっと待って、これは例えばこういうぶつかり方っていうのもあるよね。よし、オッケー。あぶねー。はあ、わあ嫌な感じ。あ、消えた。よし、これで、あー、そっか、いけないのか。やば、ぴったりついちゃったな。ダメだ。そっか、あれ消える代わりにダメなんだな。ちょっと待って、左右は無理じゃん。下も向けないじゃん。あ、っていうかこれはもう上向くしかないんだ。下行くとこれ多分袋に入って終わりでしょ。左も右も電ブーと合体でしょ。電ブーの見せられるわけでしょ。電ブーの電ブーを見せられるわけでしょ。だからもうこのくっつくのはマストなんだ。くっつくのがマストってことは、こっから、これがマストってことは、こうやるしかない。いやーもう無理じゃん。いや、結局見ちゃったよ。結局見ちゃったよ。結局見ちゃったよ。一番見ちゃいけないもの見ちゃったよ。いやー、だから左も右もダメでしょ。で、下はこれ上いけないのが辛いよな。かといって左右に、なんかあるか。あ、ここか、これだ。これだ。これでチャンスが増える。違う。あの、眠らせた後の時の行動だな、ちょっと言って。だから1個目は左か右で、どっちかの全部を眠らせなきゃいけないんだ。でこうだ、こうだ、 OK。 はあ、 OK。 そこはどうなってもいいよ、別に。いやー、よかったよかった。これ全部にぶつってぶつけるのだから、こうか。結局同じ、一周したら同じだよな、確かに。これないよ。くそー、くそー。
か。結構時間経ってんな。でもこれ普通に考え、あ、でもこっちから行く方法ってあるのかな。ないか。ないわ。じゃあもうとりあえずやっつける方法。とりあえずこれで一回詰めて、これでぶつかるしかないんだ。でこれでぶつかったら元に戻っちゃうから右に行くじゃん。ちょっと待って、これで上に行くと、でこれ左行くとあそこでまた合体しちゃうから意味がないんで、ちょっと一回外れて、オッケー。もうそこはどうでもいいや。ここだ。こいつを壊す。で、これどうすればいいんだ。これ。これ右行ったらどうなる？あ、意味ないか。右行ったら二人、ああ、これをどうするかだな。どうなる？こうか。これ入れ替わるだけか。これダメだな。ダメですね。あ、これでこうか。あれ、そうか、入れ替わるだけか。いやー、これダメだな。これダメだな。ちょっと待って。うわ。おお、あー足りない足りないいやー、わー覚えてないよ今のどうやったかなんか。まずでもこれはもうしょうがないよな。これやってガーンってぶつかって、でこっちやると意味ないから右行くじゃん。ああ、ダメだよ。ダメだよ。それはダメだ。いやー、なんかあと一歩だったから、あれをビデオ見れば一発でクリアできるんだけど。いやー、ちょっと待って、これで、これで、これで、あ、全然違うものが出てきたな。変な言い方だけど、違うものが出てきた場合の、おお、いいね。お、全然関係ないやり方でかなりステップ数を縮めてクリアできました。これはまあ普通にあいつを誘導するんだろうけど、
どうやってやるのこれ。どうやんだこれ。おっしゃいやー辛いな、なかなか進めないけど、あでも今日は音楽は、まあ、まずクリアしないといけないからな。おあダメだ。これはでももう左に行くとあいつが迫ってくるから、やっぱ下だよ。こうか、あーうまい、うまくないけどうまい手に引っかかった。そっか、これは一番簡単な手だから防がれてんのか。あれダメだダメだ、そう来るか。そっか、この方向だとあいつが向いちゃうのか。じゃああそこじゃダメなんだ。間違えた。いやーこれはちょっと待って、こう来てこう来て、うん、ああそうなるか。あ間違えた。うわうわ、ちょっと待って、これはここら辺までなんか良さげだったんだよね。間違えた。来るのはなんとなく正解っぽいんだけど、これが戻っちゃうもんな。ダメだ、やっぱダメだ。どうすりゃいいんだこれ。全然もう迷い込んでるね。
完全に迷い込んでるね。お、これいいんじゃない？ダメか。お、あそこに電部が入ったのはいいこと。かあ、わかんねえ。あいつがこっちに出てきてくれるとありがたいんだけど、出せないな。うまいこと出せないな。あ、これぶつかるじゃん。おお、ありがとう。ああ、順調です順調かわかんないけど順調のような気がします。これちょっと待ってやれ。ここね。ということでどうしようか。当面はこれで、あ、ダメだダメダメ、これ無理。違う違う、まず上に行かなきゃいけないのか。ちょっと待って、こうやってあれ、ちょっと待って、これ離れないんだな。そんなに離れてないんだな。もう少しなんだな。離れてないから、もう一個上に行って引っ掛けるっていうのがうまくいかないんだよな。ということはあれか、逆か。例えば違うのか。あ、ダメか。これだ、これもダメか。これ来ちゃうか。来ちゃうか。これどうすりゃいいの？でもあいつを導くためには2マス上行かなきゃいけないんだよな。2マス上行って左に行って引っ掛けないと方向転換させられないんだけど、これ眠るのはいいんだけど、ここで落ちちゃうから、結構1個ずれになるから今度下に行っちゃうんだよね。ここで左右行かしたいけど無理じゃん。ここに戻っちゃうんだよ。で、寝ちゃうんだよ。これが限度だからどうすりゃいいマジか。
参ったな。他ないもんな。これむずいね。むずいけど多分パターンがないはずなんだよ、あんまり。これ眠らせられないもんな。眠ったけど、だから何って感じだよな。あ、でもここまでずれると、あの伝部の扱いがちょっと変わる。あ、変わんねえか。ここで同じ逆方向か。これか。これで、あー、ダメだ。あ、いけた。でもここで向かってくる。そっか。どうすりゃいいんだこれ。違うな。ちょっと待って、さっき何やったっけ。こういうことか。あ、もうダメだ。これはダメだ。これはもう動けなくなった。なるほど。ああ、でも、そっか。あの電部を動かすって意味では、これがいいのか。こういうことか。あ、これはこれでダメだ。まず、だから最初に、ダメだ。あれ、何やった最初に。全然覚えてないよ。間違えた。え？だからもうこれを一回上まで行って。でもここで電部の扱いがちょっと。あれ、さっき何であんなずれたんだ。ちょっと待って、これを、これか。ここに引っ掛けて、こうか。で、こうか。そうか、ここに一回引っ掛けとくと、確かにこれで身動きが変わるんだ、動きが。あ、ダメだ。お、なるほど。
ちょっと待って、これは、だからまず引っ掛けて移動して、電部を移動して、電部を移動させて、とりあえずここに置いとこう。OK、 これでいけんじゃない。おお、これでいけんじゃないか、多分。あ、違うな。ここで前に来るな。おお。向かい合わせになるな。ちょっと待って。なんかいい感じになってるような気がすんだけど、ここのずらし方だよな。おー、なるほどね。はあ、いやー、やべえな。これ最後にどこまでいけるかわかんない。ボス戦がつらそうだな。とりあえずこっちに一直線で行ったら、多分全部にやられるよね。うん、はい。ちょっと待って、これは、ダメだな。でもこれは逆に言うと、あんま動けるパターンがないってことだから、案外いろいろやってればすぐ道が出てくるような気がする。どっちだ。でも左に行く道ないような気がすんだよな。あっちに行くメリットっていうか、無理でしょ。あれ行けんのかな。で、ここまでは、これ変わんないもんな。さっきのスタートと一緒だもんな。これどうなんだ。どっちなんだろうな。下行くと全部の激突なんだけど、どうしちゃいいんだこれ。
全然わかんないな、これ、どっちなんだ。結構緻密なのかな。でもこれもさ、左に行ってあの上のやつ振って上やったところでさ、そっから先がないんだよな、道が。でもないし、もどかしいね。でもこれあれか、ね、眠ってる時か。そっか、眠らせられないのか。ちょうどいいとこで落ちちゃうんだよな、入っちゃうんだよな、範囲に。ここで眠るのはいいんだけど、関係ないもんな、あそこの動きには。どうしたらいいんだこれ。ここでまた苦戦だな。これちょっとやばいねこの面クリアしたら終わりぐらいのタイミングか、クリアできなくて終わるかのどっちかだなこれむずいな。下行ってちょっと待てい、くしくしょ。眠るタイミングだよな、眠るタイミングなんだよ全ては。今もうあのスパイシーをどう動かすかに一点に絞ろう。スパイシー動かないもんな、これ動かせないもんな。こう来て、
これこの方向無理だ。なるほど、そうなるのか。そう、これも運動にもならんもんな。これ寝るか。違うな。ああ、いつの間にかあいつが名前忘れちゃった。あいつなんて名前だったっけ。鼻水のや、鼻くそのやつ。あれ書いてなかったっけ。花火神か。花火神、花火神。いや覚えても何にもいいことないんだけど。あ、そうか、これでこっちに行けばいいのか。すり抜けか、すり抜けか。ちょっとやっ、よし、行け行け。よし、クリアした、クリアした。いやちょっと待って、時間的にこう手詰まりじゃなければちょっと行きたいな、もう少し。これどうする、ちょっとやっていこう。おお、助かるんだ。え、よし、父親まで行けるか。あともう一個クリアすると父親まで行けるからキリが良くなる。簡単な面が出てきましたね。しかもあれはなんかさ、仕様なんだろうけど、なんかミスのような気もするんだよね。ミスのような気もするんだよね。どうすりゃいいんだろう。これ結構きついかもしんない。これなんだ。違うな、これで。そっか、よ、ちょっと予定と違ったな。よし、あ、違う、予定と違ったな。予定と違ったな。いろいろもどかしいな。あ、これだ。あ、これも違うのか。か。これも入っちゃうもんな、スペース。あ、これで、お、どうだ。よっしゃ。あ、足りない。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 あ、でもこれいけそうだね。なんとなくこの辺をこうさまよってるとどうにかなりそうだな、これは。あれ違うな。
スリープのタイミングなんだよな、これ。そっか。全部の問題か。よし、これでちょっと変わるかな、情勢が。あれ、眠れないな、眠らせてくれないな。あ、これで眠るだろう。眠ったからいいわけじゃなくて、そっか、動き方がちょっと違うのか。こっから先に、ああ眠らせないな。どうやったんだ、さっき。まあ次回これを見ながらやれば、ビデオ見ながらやればさっきのでできそうな気もするけど、ちょっと待って、これを一回、あれ、ここに引っ掛けて、でこう、あれ、わ、ちょっと待って、これちょっと待って、逆のような気がするんだよな。さっき逆だった気がするんだよな。うん、あ、違う、そうじゃない。あ、これだ、来た。あー違うか、そこがそうなるか、違うな。ちょっと待って、多分最初は下に行ってこれを、違う、これをフックしないといけないんだよ。で多分ここから先はこのスリープのタイミングが微妙に、でもなんかこのタイミングで全部が右にあってな気がすんな。この面までやりたいな。てかボス面までやってキレよくしたいな。どうしたんだっけな、最初。多分ここまでやってで、あ違うか、多分単純にあの寝てるあいつをこう一回フックして中に入れるんだよ。多分ここでこの微妙にこの電部の操作を、電部をコントロールするような気がするんだけどな。ね、まあ、ここに電部があるから、これで、あ、これでここ引っかかったんじゃない。で、これでこうだ。あー、来た来た。よっしゃー。いやー、ちょっとオーバーしちゃったけど、っていうか多分次回最後の間だっけ、あそこすごい難しいんじゃないの。
一回でクリアできる気がしないな。ガハハハハハハハ。だいぶ成長したようだな。それが本物かどうかわしが試してやろう。レッツお父さんチャレンジ。いやー難しいのかな。まあ何も考えずにとりあえず攻めてみよう。わあそうなるよな。ああダメだ、そうなるよな。お父さんは強いよね。いやおいでおいで。来ないか。やばいな、この…こうか…ちょっと安全に行こう。やばいな。こうか。あ、いけんじゃん。あ、いけないよ。頭いいな、お前。畜生。どうしようかな。これがやばいな。こうか。また同じパターンじゃねえかよ。同じとこ行きやがった、クソ。あ、ミスった。ミスった。なんか、一個前なんだよ。一個前なんだよ。こいつと考えなきゃいけないことは。隣になっちゃいけないんだよ、とにかく。わあ、なんだ、千日手になってる。ダメだ。千日手になってんじゃん。こうか、とりあえず。これしかない。いやー、ちょっと待って、これ。あいつはなんであんな逃げてんだ。でも多分これ、あーでも分かんねえな、これ。こうか。あぶね。とりあえず、隣に何もいなければ安全。隣にいなければ安全。よし。
うわそう来るか。お前右行けよ、右か上に行け。よし、じゃあどっちがいいかな。あーずれるか。よし、よし、ここから攻めよう。こうだろう。ああマジか。いい手が打てない。ダメだ、全然ダメだ。いやこれは間違えた。ああ、そう。いや。ああ、危ない。やべ。ああ、来た。近づくときに隣接してじゃダメなんだよ。でも途中まで大丈夫だったな、今ここら辺まで大丈夫だったな。ここら辺からやばいな。これ一回離れよう。これダメだ。あー同じパターンで動いてるな。これまだ大丈夫だよね。これ危険だけどまだ大丈夫だよ、多分。まだ大丈夫なはず。よし、これやばいな。これ寝てろ。よし、これやばいな、これやばいな、やばいな。これ電ブが近づいてくるし、これは花火神が近づいてくるし、これやばいかな。危ねえ。 OK、これでちょっと、いい形になりつつあるんじゃない。あー、マジミスった。ダメだな、油断するとだ。あー、ダメ、間違えた。向きを変えたらすぐボタン押しちゃダメだな。
ここまでさっきと一緒だな。これはあれが来るんだよな、あいつらが近づいてくるから。 どれもやばいな。まああえて言うとこれが一番安全か。ちょっと待って、これ危険だな。これか。じゃあうわ、一気に来たな。お、来た、勝ったー。だ、なんでさ、父親にやったんだからさ、なんでこっちが食らうんだよおかしいだろうブーム参った、音楽はすっかり克服したようじゃな。音楽のまくりや、だがまだまだ認めるわけにはいかんぞ。やべえ、すげえ今日オーバーしてる。でも一応なんか形的には追いついたような気がしないこともないちょっと待って、音楽の前回どこにセーブした？これが、ここは今回だよね。ここにセーブして終わるようにしましょう。はい、ということで、次回は最後の間だけど多分最後にならないような気がします。はい、ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんな企画やった方がいいよとか、こういう理由でこんなゲームプレイした方がいいよなどアイデアがありましたらぜひコメントください。また動画の拡散、 SNS での動画の拡散よろしくお願いします。以上、酒缶でした。